毎度おなじみ、流浪の釣りチャンネル、天地はフィッシングチャンネルでございます。今、青森県の方では、下北半島で桜マスというものが、大層釣れてるという感じでございます。この釣りはですね、何メーターから何メーターまで、マスがいるはずなので、ここをしゃくってください。で、こう、船でね、一匹釣れますと何メーターで釣れましたというような情報を共有しまして、まあそこの棚に、回遊しているマスを狙うと、そういった釣りになってくるのでございますが、カウンター付きのリールであればですよ、今何メーターだっていうのがわかるんですが、まあない場合っていうのは、こう、色付きのね、ラインを使って、10メーターごとにですね、まあ、10メーターあるいは1メーターごとに色がついてるラインを使いましてですよ。そこで、今何メーターというのをわかるわけで、これを見ながら、糸の色を見ながらですね、釣りをするという釣りになっております。まあしかしですよ、いろんなリールにですね、いろんなメーカーのいろんな糸を巻きますとですね、これ何メーターだったかななんて感じでですね、わからなくなってしまうと、朝ね呪文のようにこう、緑、オレンジ、青、黄色、紫なんてこうね言ってますが、いざ現場に行きますとですね、さっぱり忘れてしまって、何メーターだったかなという風になってしまう、ものでございますと、まあそういったことがございますので、今日はですね、それがまあいくらかでもね、緩和できるような感じにしたいなと思って、動画を回しております。従前はですね、私ね、まあ、こういった感じでやるときは、こう、シールですね。シールに自分でこう、糸の色をこう、貼りましてですね、こう、書いておるんですが、まあ、なんともですね、まあ、ちょっと、まあ、やぼったい感じでございますよね。まあ、必要十分ではあるんですが、まあね、ロットにこう、シール貼ったりとかしますんで、あまりこう、よろしくないという感じでございまして、まあちょっといろいろ考えてたんですが、まあちょっと今日ダイソー行ってきまして、いいものを発見してきました。はい。でね、何かと申しますと、これはですね、ヘアタイ。ヘアタイズですね。なんだろう、髪の毛コーナーっていうんですかね、ヘアメイクのコーナーで売ってるんですけども、ですね、絡まないゴム S でこういうのがあるんですね、これを使ってやってみたいと思います。はい。でね、今日またサンプルで、ラインの方をちょっと見てみるとですね、じゃあどんな、まあ、こんな感じですね、 P のラインがあるんですが、これがですね、10メーター前にオレンジ、青、黄色、緑、紫。オレンジ、青、黄色、緑、紫という感じですね。で、次のまたオレンジが来たら、ここから50メーターという風になるというものでございますが、これをですね、使って、ロットに付けてしまえばいいのではという感じでございますね。まあ、なんで、まあ、登場人物が、オレンジですね。オレンジ、オレンジですね、まず。オレンジ。次がですね。オレンジ、次。青でございますね。青ですね。次が黄色ですね。黄色ですね。黄色。そして、緑と紫と。こういった感じのものになっております。まあ、ただの普通のシリコンゴムでございまして、まあね、まあ、髪留めに使うぐらいですけど、まあ、こんな感じのゴムでございます。これをですね、まあ、どこに貼るかというと、まあ、これスピニングロッドですね。これテールウォークのマス釣り用の、スロージギングロッドなんですけども、例えば、のスピニング用と、ベイト用とありますが、じゃこのベイト用につけてみたいと思いますね。一番初めがね、オレンジ、青、黄色、緑、紫という感じになってますんで、一番最後の紫をまずね、こんな感じでですよ。もう、ザックブラにこうつけるわけですね。こんな感じ。こんな感じで。つけてください。こんな感じで。で、紫でしょ？次、緑と。こんな感じでございますね。緑と。
うちょっとね、幅広いと、もう見栄えもいいんですが、まあ、これぐらいしか売ってないんでね。なんで、黄色でございますよ。あ、黄色。うん、黄色ですね。で、青、オレンジと。青、オレンジと。うん、よいしょ。まあ、こんな感じですね。つけてしまえばですよ。うん。あとはもうリールつけて、巻けばいい。あーでですね、ちょっとこんな感じでこう、あまりかっこよくないと場合は、まあこういったピンセットを用いましてですよ。こんな感じで、こう、回してあげるんですね。こんな感じで。ね。で、これも、こんな感じで、だんだんこっちの方に狭めていけば、いい感じになりますね。こんな感じで、もう一回か。もう一回。こんな感じで。よいしょ。こんな感じですね。よいしょ。こんな感じでですよ。回してあげればですね。あ、ちょっと糸がよれちゃってるな。うん。まあ、こんな感じにしてあげればですよ。ええ。もうこれで完成ですね。で、まず糸がバーッと出ましたと。これ10メーター、0から10までですね。で、これが、次11、12、13、10で、20、30、40メーター台と。で、次にまたオレンジが来たら今度50メーター台になると。こういう感じで覚えておけばですね。まあ、さすがにここは覚えると思うんですけどもね。まあ、0、10、まあ、ここもちょっと難しいんだけど、0から、ここが初めの10メーター、次の10メーター、次の10メーター、10メーター、10メーター。で、次のオレンジが来たら50メーター、みたいな。という、まあ、こんな感じでございます。でね、他にもね、色が入っておりますね。赤とかですよ。うん。いろんな色が入ってますんで、お手持ちのですね、ラインに合わせて、色をチョイスしてみればいいんじゃないかなと思いますね。うん。ただね、1メーター前にこう巻いてるラインとかもございますので、まあそういった時はちょっとまあどうすればいいか私もわかりませんがですね。まあとにかく10メーターごとに、色が変わるラインであればですね、まあこのようにしてですよ。今何メーターのところにいるかなんてのがね、絶対、忘れて、まあ、絶対ってわけじゃないですけどね、まあくぶくりんぐらい、覚えておくことができるという感じになりますので、はい。いいと思いますね。じゃあもう一回やってみましょうか。紫と、緑と、うん、黄色と、青と、オレンジね。はい。はい。これね、釣り糸メーカーでもいいですけど、まあ、どっかのフィッシングメーカーさんでね、もうちょっとこれ、いい感じのもの、例えばここにこう、ロゴとか入れたりとかしてですね、販売すれば、非常にいい商品になるんじゃないかなと。もう、ジギング界の、新たな、商品という感じで、売れるかもしれませんね。はい。まあ、ぜひその時はですね、まあ、店長さん、のことを一つよろしくお願いしますね。私に少しでもお金が入ると私も大層喜びますのでですね。まあそんなことはいいんですが、ぜひね、こういうの商品化してほしいですね。じゃあお前がやれよっていう話になりますけども、まあ私そこまでね、やる元気もないので、まあ、いいアイデアだなと思ったらぜひ真似していただいてですよ。やってみてはいかがでしょうかね。はい。でね、あれですよ。それやった人はですね、ぜひ私にご一報いただければ、こう、天地ワーと書いたやつをですね、一ついただければ私はもうそれでいいんでですね。まあ、どうでもいいことをこう、ペラペラペラと話しておりますが、結構ね、ジギングしてて、あれ今何メーターだっけかな、なんて、特にスピニング使うときですね、あれメーターついてませんからね、非常に、いいものじゃないかなと、私は個人的に思うわけでございます。はい。ね、こんな感じでね、できますからね。ただね、これ細いのが、これ一番細いやつなんですよ。うん。これ一番細いやつで、ロッ
とですね、特にスロージング系のロッドって毛細いじゃないですか。こことか細いじゃないですか。なんでそこに、まあ、ピッとするかってはしないんですけども、やっぱりこういった、リール止めるところ、こういったところにつけるしかないのかなっていう気はしてますね。はい。まあ、こうしておくことによってね、ずっと釣りしてる最中でも、必ず目に留まるところにありますから、非常に便利かなと思います。まあ、ぜひね、そんなコストかかるものでもないのでですね、ぜひ皆さん真似していただいてですね、ぜひ棚を共有して、素晴らしいマスジギングにしていただければと思います。はい。じゃあね、今日はね、こんな感じでございます。じゃあですね、今日も動画最後までご視聴ありがとうございました。まあ動画良かったらですね、高評価、まあ、チャンネル登録等していただけると私もね、動画を作ろう気になるというものでございますからね、ぜひやっていただき、していただきたいなと思います。はい、じゃあ今日はね、こんな感じでございました。はい、マスも今年、もう中盤、もう後半戦に入るんですかね、でいきたいと思いますんで、ぜひとも、皆さん、頑張って、釣ってください。じゃあ、バイバイ。